はい、皆さん、こんにちは。チームハロンズ黒川です。南アフリカランドへのテクニカル分析を3分で解説します。11月13日までの週間見通しとなります。まずは結論から。はい、週足、モリンジャーバンド上昇トレンド進行中、一目金公表、トレンドレス、ストキャスティックス、いシグナルが点灯ということで、週足ベース、底がたく薄いと考えております。続きまして、冷足です。モリンジャーバンド一目金公表、上昇トレンド進行中、ストキャスティックス、売りシグナルが点灯ということで、冷足ベースは上目線と考えております。それではテクニカル分析とサポートレジス スタンスをご紹介します。はい、まずは週足ボリンジャーバンドトレンドの方向性を示す。赤い点線21週移動平均線上昇しております。週足ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中です。週足シストキャスティックス買いシグナルが点灯しております。はい、週足の一目均衡表です。ローソク足、色務の位置関係から明確なトレンドは出ておりません。 はい、こちら、東やのボリンジャーバンドセンターライン、顕著に推移ということで、東やのボリンジャーバンド上昇トレンド進行中です。東やのストキャスティックス売りシグナルが点灯。最後、東やの一目均衡表、上昇トレンドを計上をしております。それでは、11月13日までのサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずは、サポートラインです。サポートラインは8.10レベル、8.1万レベルと考えております。はい、レジスタンスラインは8.30レベル、8.3万レベルと考えております。 はい、チームハロン視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から講座解説をしてキャンペーンにエントリーしていただくと通常の講座解説特典2000円と新規取引が1万通貨10ロット以上でチームハロンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引用に応じて最大 100, 100万円合わせて100万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は QR コードまた YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。 はい、そういうことで、南アフリカランド円11月13日までの予想レンジです。8.10レベルから8.30レベル。8.10レベルから8.30レベルということです。はい、ポイント、上昇トレンド進行中、走行がたくスイカということで、はい、週足ウォリンジャーバンド、東のウォリンジャーバンド、一目金、好表上昇トレンド進行中、週足ストキャスティックス、買いシグナルが点灯、東のストキャスティックス、売りシグナルが点灯ということです。はい、そういうことで、南アフリカランド円11月13日までの見通しチャート、 形状的には,底はい続きまして板情報ということで外貨ネクストネオのお客様の板情報です。まずは売り注文からなんですけども8.208.258.308.35あと8.508.608.65ですね。はい売り注文たまっております。ストップ注文につきましては目星レベルのストップはない ようです。続きまして買い注文8.10より下、断続的に買い注文がたまっております。ストップ注文につきましては8円ちょうどいいんですね。ストップたまりつつあるようです。お取引をされる際には十分ご注意ください。最後にグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日は以上となります。